どうも皆さんこんにちは、アリコルンです。ということでですね、滑舌大丈夫？もう一回いく？どうも皆さんこんにちは、アリコルンです。ということでですね、今日はね、こちら、居留襲来、ここをやっていきたいと思います。第8節、居留襲来。さあ、ということで、今日ね、ちょっとお話ししたいことが何個かね、あるんだけど、おー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 、ついに来ましたね、イケメンが。なんかさ、髪こんなにさ、現実で長かったらさ、ただもうさっ苦しいだけなんだろうな。本当に。こんなに長くてイケメンはいないよね。私たちは、そうだね。この人を探しに来たんだもんね。そんでさ、そう、今日バイトだったんですよ。でね、今、時間は、そうか、フェイトの画面では見えないけど、今時間がね、今多分2時か3時ぐらいだと思うんですけど、3時ぐらいかな、多分。あ、深夜のね。深夜の2、2、3時、3時なんですけど、なんでこんな遅くなったかっていうとね、もともと今日っていうか昨日か、バイトが8時までだったんですよ。6時、ん？ 4 時 ?8 時。4時8時でバイトがあったんですよ。で、まあテスト週間になってきたし、まあそれぐらいでいいかって言って、ちょっとだけ入れてたんですよね。で、そしたらさ、その日っていうか昨日は2人？その俺と、もう一人の男の子が入ってたんだけど、その子がね、5時から11時ぐらいに入ってたの。で、まあ2人かちょっときつそうだけど、予約結構いっぱい入ってたし、結構きつそうだけど、まあなんとかできるかなとか思ってたら、4時半頃だよね。その人が出勤する30分前ぐらいに、ちょっと朝から体調悪くって、今日ちょっと回復しなかったんで出れないんですけど、とか言って、お前朝から体調悪かったら先に言っとけよ、みたいな。先に言っとけよ、誰かと買われたかもしんないのに、と思って。だから、急遽なんか俺一人になっちゃって、ホールが。でさ、と思って。で、まあ、系列店のところからさ、ヘルプがその後来てくれたからよかったけど、いや、最初、たださ、ヘルプ来るのもやっぱちょっと遅れるわけじゃん。で、最初の方にさ、一気にお客さんがドバドバって来て、で、そこの最近ちょっと変わったって言ったじゃん。で、なんていうの、セットアップっていうか、お客さんが来て、これにしますって言った後の、いろいろこう、準備するものがあるじゃん。で、それがさ、結構めんどくさいのよ。でさ、お客さん次から次へと来る、セットアップもしなきゃいけない。で、やってたらさ、もう、その最初の方、マジでパンクしちゃってて、あ、で、ここでもしかしてこいつがホーグ展開してくれる感じ？いいんじゃないですか？ファブニールが怯えて、なんかさ、こういう伝説の竜とか伝説の人ってさ、なんか名前すごい変わんない？俺、ファフニールだったり、ファブニールだったりさ、もうなんかいろんな、なんか濁点ついたりつかなかったりみたいな。いろんなのあるよね。なんかわかります？この感じ。まさかとか言って。我が神明はジークフリート。汝をかつて打ち倒した者なり。おお、つまりもう一回倒すみたいなね。バルムンク。うわー、いいよね、これ。めちゃめちゃいい。いやー、いいね、いいね。めちゃめちゃいい。上がりなさい。はい。そうだったから、だから大変だったんだよ、本当に。で、それでさ、結局20時までだったはずなのに、結局だからそのヘルプ来たけど、ヘルプの人たちばっかりじゃん。だから、結局俺がラストまで残って23時45分ぐらいよ。で、そこら辺まで残ってさ、で、店の閉めまでやって、っていうのをやってたらさ、こんな時間になっちゃったわけですよ。で、そっから、まかないをもらって、で、帰って、で、配信して、一本クララの動画をこの前に撮ったんだよね。で、そう、それで今に至るわけですよ。だからさ、ちょっと疲れちゃったね、今日ね。本当癒してください、皆さん。ありがとう。でね、そうなんだけど、でも、俺は結構バイト好きなのよ。まあ、ちょっとさすがに今日はきつかったけど、好きだからいいんだけどね、いろいろ。何が今日良かったかっていうと、JK 5人組が来たんですよ。あ、4人と4人みたいな。で、なんか同じ高校らしいんですけど、なんかそれ偶然たまたま一緒にいて、おおおおみたいな感じになってたんだけど、なんかそこの JK たちはさ、結構フレンドリーで、で、なんか俺の、名前？ネームタグがついてるんですよ、俺のサロンに。サロンってなんかエプロンみたいなやつね。で、ああ、ここで今やるの、戦うのか。ちょっと戦いの後にもう一回話しますね。さあ、で、やろうと思ったけど、また戦闘始まりそうだね。
ヤッホー、マシュ また戦闘かな。おお、出た。なんだっけこれ。あ、名前忘れちゃった。そうで、サロンに名前が書いてあるんですよ、ってやべ、本名言っちゃった。で、そうで、それで、っていうのね、みたいな感じで言われて、あ、そう、みたいな。で、今度からさ、つって呼ばれたから、うーんつって言って だからお客さんみたいな感じじゃないわけよ。白いうなじの君、白雪のごとき白いうなじの君、これ誰だ、誰のこと言ってんの。そしてどう、うん、なんじゃ、はい、あれか、あれマリーか、マリーのこと言って、あ、違ったわ そっちか、アマデウスの方ね。ああ、はい、そうで、なんかもう、だから俺もそう、名前で呼ばれるから、もうだから呼び出しのボタン使わないでっつって、本名でもうって言って、だから本呼び出しボタンは絶対使わないで、使ったら怒るからねっつって、で それで、だから毎回さ、何か追加の何か頼んだりとか、注文とか、あとドリンクとか頼んだりするときはさ、って呼ばれて、うん、何、ちょ、待ってて、とか言って だから、もうなんかほんと友達みたいな感じになって、で、また来てね、とか言って、で、その一人が誕生日だったのよ。で、だから、電気暗くして、お誕生日おめでとうって言ってプレート出して、あのね、楽しかった。バイト自体は結構楽しかったよ。よかったです。だけど、まあ、その、あれだね。ちゃんと、お店の人たちに迷惑かけないように、最初からその体調悪いなら体調悪いで、もう、そう、きっぱりやめて、で、さ、人を探すとかしてほしかったよねっていうお話でした。なんか、よくわかんない話になっちゃったけど、さあ、で、清らかなる、はい。なんか、サンソンと、あれね、ここのやり取りがあると。処刑場。いや、この国の全てが処刑。まあ確かに今そうなってるのが。さあ、こいつと一戦も交えるってことかな。さあ、ということで倒してきましたね。わ、すごい。R の数がすごいね。いや。さあ、ちょっとストーリーの方追ってっか。なんかすごい雑談しちゃったから、ね、ずっとタップしてるだけだったけど。なんかまたすごい仲間来てる。結構あれなんかな、もうさ、意外にさ、あれも倒して、聖女も倒してさ、ここの2人も倒せるのかな。ここで倒せるんだったら結構物語、このオルレアンの物語自体も結構終焉に近づいてるのかもしれないというか、今あれだったね、ジャンヌが間違われちゃったね。その、ジャンヌ・オルタとジャンヌ、まあ似てるからね、しょうがないけどね。さあ、ということで、この第8節はこれで最後かな。ああ、カーミラっていうか、カーミラじゃなかったっけ？バーサーカーサシン。こいつも来るんだ。兵士を食べなさい。で、ワイバーンを操ってるのか。ワイバーンってこういう感じなの？ターあ、こんな声じゃねえか。ター違えか。あれだよね。スパイファミリー面白くない？今アニメやってて見てるんだけど、いいよね。あ、とにかくアーニャが可愛い。マジで。なんかさ、漫画だとさ、やっぱ想像じゃん。声とかも全部想像でさ。で、アニメ化が決まってどうなるかなっていう感じだったけどさ、絵もいいしさ、声もいいしさ、なんていうの？なんかこんな上から目線で申し訳ないけど、大成功っていうかさ、すごい良くない？見てて気持ちいいというか、やっぱそのアニメの、例えばさ、よくあるのがさ、アニメのその実写化で、その、失敗みたいな。結構あったりするんじゃん、そういうのが。だけど、漫画からのアニメ化で、漫画もすごい楽しいしさ、アニメもめちゃめちゃいいしさ、すごいいいよね。俺はすごいいいなと思います、すごく。でね、俺ね、実はまだね、コナンをね、コナン毎回俺あれで見に行ってるんですよ。映画だけは絶対見に行くんだけど、今年見に行ってないのよ。でも行こうって今友達と話してて、ちょっと予定が合うかどうか、その子も実習大変だから、予定が合うかどうかっていうのがまたあれなんだけど、そう、行きたいんだよね。絶対犯人は言わないでよ。この前さ、ミナティブで配信したらさ、なんか今、ワンピース結構、カイドウ編が熱いじゃん。でさ、俺はそのアニメで見てるから遅いし、そもそもあんま見てなかったのよ、最近、ワンピースを。でさ、それであったから見たいなって思ってたんだけど、なんか、まあ、あんまり言わないんだけど、誰々がこうするよみたいなことをいきなりミナティブで言われて、え、それガチみたいなこと言ったら、いや、嘘みたいな、その子が言ったの。なんだ嘘かよみたいな、お前本当ネタバレだったらマジであれだからねとか言ってたら、見てたら本当にそいつがそういうことをして、お前ガチのやつやん、ガチのやつやんと思って、俺その
アニメのネタバレ系が俺ちょっと一番ダメなのよ今日さ、さっきの配信でさ、でもマジでネタバレやめろっつってそう、怒ったんですけど、本当にマジでダメなのよ、ダメよ本当に、やめて、分かったその子、本当にダメよネタバレは。さあ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 、ということで、なんかジルも出てきて、周囲の竜優先しろ、ありったけの方って、こっちジルはどっちの仲間なんだっけ、おのれ、お、これはルーラー、力を奪われても、この漁力って何ですか、調べて聞こえますね皆さん。漁力とは、あの腕の力とか、そういうなんか腕っぷしの力らしいですよ。そうなんだ、ジャンヌだってさ、細くね、そういうこと言っちゃいけないのか、カーミラも細いけどさ、こんなんじゃ一瞬で折られるよ腕、なんかわかんないけど大丈夫なのかね、まあでも可愛いから OK なのか。なかなかこのランスロットもだいぶ細いけどね、なんかすごい引き締まってるよね、いい体してます。あ、でもこの前なんかね、俺がね実習があって、そのなんか上半身裸になるみたいな実験台みたいな感じの役割だったんだよ。で俺がその脱いだら、もうあの完成よ完成、キャーみたいな、いや悲鳴じゃないよ、完成よちゃんと、キャーみたいな、筋肉がすごいみたいな、いやそこまで言ってないけど、でもなんか後々なんかその友達に、俺は全然知らなかったんだけど、友達に聞いたら、なんか私の周りの女子たちがすごいなんか俺の筋肉見てわーって言ってたよみたいな。見ます、皆さんも、惚れるなよ惚れるなよ。さあということで、いやランスロットここであれどう見ても来ちゃないしね、よしやろうにしとこうか。さあということで戦っていきますわ。さあ倒してきましたね。おお、なんか音楽が普通に戻ったね。あーさあとか言ってる、あなたのお母さんのこと、まあまあこいつはもともとあれ円卓の騎士の一人だからね、まあ似てるよね、全員ジャンヌ顔だもんね。てかさ、あのさ、ごめん、正直最近あんまりフェイトをあの開いてなかったから、久々に開いたらさ、BB のあれ来てるよね。いやワンチャン低く迷うな、迷うんだけど、ちょっと最近忙しくってあんまりちょっとできないんだよね、フェイト。だからさ、もうちょいこの熱がこもってる時にガチャ引きたいみたいな、ちょっとそういうのがなんかあるのよ、熱がこもってる時は。いやでも BB 引こう、いやどう思います、いやちょっとなんか誰かに聞こうかな、いやワンチャン引きたいな、可愛いじゃん BB、 なんか桜っぽい感じがして。竜の魔女ではない、正真正銘の聖女どうしようなんかね、ジルドレイはもう一人別にいるもんね、あいつがね、目がすっごい方向になってる立場が、現状彼らに頼ることもないでしょう、何よりかつて私、うんうんうん、さすがに耐えますから、答えますからか、はい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 。あー、マリーはね、いい、ね、いいね、いいです、なんか優しそう。今の言って分からん分からんが、もう一度竜の魔女について調べ、おお、これであれなんかな、もしかして誤解が解けるのかもしれないよね、もしかしたらね。おお、これで味方になってくれそう。七瀬を撃ったのが本当にジャンヌダルクだったのか、悪質な偽物なのか、あるいはジャンヌダルクはこの世界に二人存在するのか。おお、その可能性はやっぱいいよね、なんかアニメなのか、勘がいいよね、俺も勘のいい人になりたいわ。さあということで、ここで終わりかな、聖書籍をもらって。なんかさ、最近めっちゃ報酬増えたくない、こんなになかったよね、なんか新しくシステムが変わったのかな。ということで、あーでも結構まだ解放してないところあるな、あ結構あるね、あ全然まだだわ。さあさあということで、もうちょいペースを上げてやっていきたいですね。なんで次はここの放置された砦の一休みしちゃうのか俺も一休みしてえな、まあ一休みをちょっとね、やっていきたいと思います。あー2個しかないから、まあちょっと少ないかもしれないんですけど、またね、次回の動画でお会いしましょう。ということで、オルレアンの第8節、これにて、カン！バー！